オービル・ヒックマン、ブラウニングオービル・ヒックマン・ブラウニングは、アメリカ合衆国の政治家。アンドリュー・ジョンソン政権で、第9代アメリカ合衆国内務長官を務めた。1806年2月10日、ブラウニングは、ケンタッキー州ハリーソン軍の新シシアナにおいて誕生した。ブラウニングは一時期オーガスタ大学で学んだが、学位は取得しなかった。ブラウニングは法律を学び、 1831年にケンタッキー州で弁護士として認可を受けた。ブラウニングは同年にケンタッキー州を離れ、イリノイ州クインシーで弁護士業を開業した。1832年、ブラウニングはイリノイ州志願兵部隊に参加し、ブラックホーク戦争を戦った。ブラウニングはその後政治に積極的に関与し、 1836年から1843年まで、イリノイ州上院議員を務めた。1850年と1852年には、ホイッグ党から、連邦会議員に立候補したが、いずれも敗北した。1856年5月、ブラウニングは、イリノイ州ブルーミントンで開催された、ネブラスカ法案反対会議に、ホイッグ党代表として参加した。 その後、奴隷制拡大反対を明確に打ち出した共和党が結成されると、ブラウニングは共和党に合流した。ブラウニングは1860年の共和党全国大会にイリノイ州代表として参加した。1861年、連邦上院議員スティーブン・ダグラスが死亡すると、ブラウニングは欠員重党のため公認の連邦上院議員に選任された。 ブラウニングは1862年に再選を目指したが失敗した。ブラウニングは連邦上院において登録法案委員会委員長を務めた。1865年にエイブラハム・リンカーン大統領が暗殺され公認の大統領にアンドリュー・ジョンソンが着任するとブラウニングはジョンソン大統領を強く支持した。ブラウニングは南部への寛容な政策を主張し、 大統領に近しい相談役となった。1866年8月、内務長官、ジェームズ・ハーランが辞任を表明すると、ジョンソン大統領は、公認の内務長官として、ブラウニングを指名した。ブラウニングは、その要請を受諾し、ジョンソン大統領の人気満了となる1869年3月まで、内務長官を務めた。ブラウニングは、内務長官退任後、 イリノイ州クインシーに帰郷し、弁護士業を再開した。そして1881年8月10日、ブラウニングはイリノイ州クインシーにおいて死去した。ブラウニングの遺体はクインシー市内のウッドランド墓地に埋葬された。オービル・ヒックマン・ブラウニングの父親はイングランドからの移民の子孫未開社、ブラウニング、母親は同じくイングランドからの移民の子孫サラ・ブラウンであった。 ブラウニングはアイルランドからの移民の子孫、エリザ・ハックマイン・コルドウェルと結婚した。二人の間には、子供が生まれず、イライザ・スキナーを養子として迎え入れた。ありがとうございます。